はい。皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。ポンドウェのテクニカル分析を3分で解説します。6月1日までの中間見通しとなります。まずは結論から。はい。週足ボリンジャーバンド1目均衡表、上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、回シグナルが点灯ということで、週足ベース、底堅く推移と考えております。続きまして、冷足です。ボリンジャーバンド1目均衡表、上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、回シグナルが点灯ということで、冷足ベースは上目線と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、週足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21周、移動平均線上昇しております。はい、ソク足はといいますと、プラス2シグマラインとプラスシグマラインの間を推移しながら上昇ということで、週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。はい、周和ストキャスティックス、カリシグナルが点灯しております。はい、こちら、週足の一目均衡表節、綺麗な上昇トレンドの形状ということです。 はい、こちら、東のボリンジャーバンド、トレンドの方向性示さ、赤い点線21日、移動平均線上昇しております。東のボリンジャーバンド、上昇トレンド進行中です。東のストキャスティックス、わかりづらいですけど、依然として、買いシグナルが点灯中ということです。はい、最後、こちら、東の一目均衡表です。東の一目均衡表です。はい、上昇トレンドの形状ということです。 はいそれではえっ、ー、と6月1日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですサポートラインは170円ちょうどレベル170円ちょうどレベルと考えておりますはい続きましてレジスタンスラインですレジスタンスラインは174円ちょうどレベル174円ちょうどレベルと考えております はい。右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と新規取引以下1万通貨1 6ロット以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、ポンド円6月1日までの予想レンジです。170円ちょうどレベルか174円ちょうどレベル、170円ちょうどレベルか174円ちょうどレベルということです。はい、ポイントです。4月、コアインフレ1992年以来、高水準、利上げ観測高まるということで、はい、24日に発表されました、英国の4月の消費者物価指数、CPI なんですけれども、はい、コアインフレ、 コアインフレ率は6.8%に加速ということで1992年3月以来の高い水準となったということです英国衆議院はですね、まあ、利上げサイクルの終盤に差し掛かっているとの見方が出てたんですが4月の CPI を受けまして、まあ、利上げ観測が高まっておりますポンドがい,い優勢ととうことです。 はい、チャート形状的に見ましても、週足冷やしのボリンジャーバンド一目均衡表上昇トレンド進行中、週足冷やしのストキャスティックス買いシグナルが点灯ということで、はいポンド円6月1日までの見通しチャート形状的には底堅い展開と考えております。ポンド円6月1日までの見通しチャート形状的には底堅い展開と考えております。最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。